現在の時間、緩やかなホーム追い風が吹くボートレース琵琶湖。琵琶湖大賞シリーズ3日目の公募は8レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇埼玉小山勤、2号艇滋賀木村正樹、3号艇佐賀末永和也、4号艇静岡ゴールデンレーサー菊池康平、5号艇大阪畑英吾、6号艇長崎原田幸也です。インコースは1号艇の小山勤、昨日6レースは差して勝っています。ここは高枠からシリーズ2勝目なるか。2コースは2号艇木村正樹、地元木村が2コースで、3コースは3号艇末永和也、シリンダケースを交換してシリーズ3日目の前半戦登場です。4コース角4号艇の菊池康平、5コース5号艇畑英吾で、6コースは6号艇原田幸也、原田は現在2連勝中、そして5号艇畑、前半は1周2マーク、外前から2着船券絡みとしています。スロー3艇1ふた3ダッシュ3艇456枠なり3対3、8レース予選競争です。1号艇小山の相手探しの一戦、内から1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。インから1号艇小山、3コース3号艇末永、4コース4号艇菊池、わずかにコースアウト、カードから出ていく4号艇菊池、菊池の角まくりが決まっていきます。刺して2号艇の木村、あとは最初飛び込むのは6号艇原田、陰線残して1号艇小山、4号艇の菊池が4角まくり決めて先頭、2番手は2号艇の木村がわずかに前、外1号艇の小山、内から6号艇の原田、スタートは前提正常でした。4号艇菊池トップ、2番手の末、6号艇原田コーナー先手、外回った1号艇小山、若干前詰まり、なんとか差し返す、さらに内2号艇の木村飛び込んでホームに折り返しています。2番手争いですが、内2号艇木村、外1号艇小山と6号艇原田、3艇での2番手争いで、後方5号艇畑、3号艇末永が西1マークです。2番手争いは2号艇木村がコーナー先手、1号艇小山が差し返す、6号艇原田狭いところ割って入ろうとはしたんですが前に詰まった、1号艇の小山が今度は2番手上がっています。2号艇の木村正樹3番手、上位の体勢は4-1-2西2マークです。4号艇菊池康平先頭、2番手1号艇小山、3番手から内飛び込んでいった6号艇原田、外回って2号艇の木村、さらに5号艇の畑と続いてはいったんですが、2号艇の木村が3番手をキープ、上位の体勢は4-1-2、あとは6号艇原田、5号艇畑、3号艇末永が最終周回です。4角まくり4号艇菊池康平先頭、2番手1号艇小山、3番手は2号艇の木村が取り切って、上位の体勢は4-1-2、あとは5号艇畑、6号艇原田、3号艇末永が最終ターンマークです。シリーズの初白星、そしてこれで通算1800勝を決めるということになります。4号艇菊池康平先頭、2番手1号艇小山勤、2号艇木村正樹3番手で、上位の体勢は4-1-2、先頭4番菊池五輪、2番手1番小山五輪、3番手2番木村五輪、後ろ6番原田、5番畑は接戦、ラスト3番末永五輪です。